どこにも見当たらないね。見失っちゃったんでしょうか。いいえ、逃げた方向は合っているはずですから、そろそろ。どうしたの。静かに、話し声が聞こえますわ。おお、そうか、女神どもにやられたのか。よしよし、かわいそうにの。キュイキュイ。ほら、妹たちも心配しておるぞ。だから泣き止むんじゃな。いやー、1、2、3匹もいるよ。あの人、ブランちゃんをいじめてた人だ。じゃあやっぱり七賢人の一人なんですね。ええ、ようやく見つけましたわ、そこのあなた。ん？女神。よくもやってくれましたわね。私の国にこのような。貴様ら、よくもやってくれおったな。モンスターをって、なぜ私が怒られてますの。知らないうちになんかしちゃったんじゃないの。ベルってそういうとこあるし。知ったようなことをおっしゃらないで。私は何も身に覚えがありませんわ。しらを切るつもりか。わしの娘を泣かせておいて。そんなことしたんですか。ベルさん、いけないんだ。知りませんわ、どんな濡れ衣ですわ。っていうか、あのおじさん結婚してたんだね。人は見かけによらないな。ねえ、まだ知らばくれるか。現に今ここで泣いておるではないか。え、どこですの。ここじゃ、ここ。え、さあ謝れ。早く娘に謝らんか。つかぬことをお伺いしますけど、奥様は人間ですの。わしはまだ一人身じゃ。ちょっと待って、さすがの私も混乱してきた。あ、そっか、つまりおじさんは雌雄同体なんだね。なるほど、そう言われればこの人カタツムリ、アメフラシっぽいよね。アメフラシだったんだ。人間だと思ってた。誰がアメフラシじゃ。古本。まあ、わしの言い方も悪かったかもしれんな。この子らはわしの実の娘ではないが、娘のように可愛がっておるという意味じゃ。この子らもわしを父親とよう慕ってくれておる。キュイキュイキュイ。おお、よしよし、もう少し待っていておくれ。まあそうですわよね。いろいろ深いところまで想像してしまいましたが。でもさ、よくそんな気持ち悪いモンスター娘だーなんて思えるよね。なんじゃと。ダメだよお姉ちゃん、こういうのは人それぞれなんだし。気持ち悪いと言うたか。わあ、すっごく怒ってるよ。キュイキュイキュイ。よりにもよって貴様ら女神がこの子らを気持ち悪いと言うのだな。うわ、マジギレ。だって本当に気持ち悪いじゃん。許さん、許さんぞ。そこに直れ、成敗してくれる。キュイキュキュイ。おお、
そうか、共に戦ってくれるか。では共に憎き女神どもを打ち滅ぼしてやろうぞ。キュイ！あら？おかしいですわね。いつの間にか私が倒される側に。被害を受けたのは私の国のはずですのに。何を言ってるかわからねえと思うがって感じだね。まあいいですわ。もともとこちらから倒しに来たのですものね。さあ返り討ちにしてやりますわよ。